Objective: Eliminate hostile agents. はい、こんにちは、ビッグボーイです。今日はまだ日本で発売されていないブラックライトという、海外の北米 PS ストアで無料でダウンロードできる FPS をやっていきたいと思います。このゲーム、ところどころ左みたいに日本語化されてるんですらしいんですけど、なんかまだ UI とかがこんな風に文字化けしてるというか、そういう感じで、まだ快適に遊べるって感じてないんですけど、ちょっと試しにやっていきたいと思います。操作は至ってほとんど他の FPS と変わんない感じでできます。倒した。敵がちょっと瞬間移動したけど。おぉ、ちょっと。なんか、すごく近未来感が漂う FPS ゲームで、な感じになっています。敵が今こっちにいた。OK。高レベルの脅威になりました。一石二鳥。こんな風にゲーム中の言語は日本語にローカライズされているっぽいんですが、まだ UI が見づらいので武器のカスタマイズとかがよくわかりません。さて敵はどこにいるのじゃ。ちょっとあれは無理だな。リロードして。ああ、やられた。マジでこれ、最下位に30秒もかかるんですか。あ、できてる。リスポンポーン。ジャンプの、痛い。お、なんだこれ。こんなことも。なんかあった気がしたんだよな。リスポンに8秒くらいかかる感じか。リスポーン。おお、なんだあれ、すごいな。敵がいた。すごいな、視界の色が押すことによって、R1 を押すことによってちょっと変わるんだ。で、敵はいないか。いた。倒した。待て待て。倒した。いていていて。うわー、やられた。あなたは排除されました。リスポーン。操作をちょっとずつ確認して。なるほど、十字キーでグレネードとナイフを切り替えてみたいな感じか。今敵いたな。やったぜ。ジャンプがふわーっといくんだ。 OK。結構楽しいな、これ。地雷に踏んでしまったような。なんか日本語も今みたいになんか復習されたみたいな、復習の習がひらがなのままだったり、なんか結構不自然さがあるけど。こっち開いてない。こっち降りての、足首くじいての。敵はどこだ？いた！やられた。あ、こんな風でキルデスが見れる感じ。リスポン。当たってんのか。リロード。あ、オッケー。ちょっと敵が
ちょっとずつ瞬間移動しちゃったりしてるけど。リロード。敵はどこにいる？あそこにいるな。倒した。ヘッドショット。復讐って書いてあるな。ムーグレネードだ。こっちもグレネード、グレネード倒した。待って、なんか置いてある。地雷みたいに。おい、地雷結構リーチが広いんだね。地雷は。復活。痛い。あ、俺敵か。どうした？どっちかというとキルゾーンだとか BF4 とかに寄ってるもっさり系 FPS かな。痛い。そっからか。さて、今我々のチームブラボーが勝ってるのかな。待て待て、倒した。とう、痛い。敵はどこだ。いや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 、そっちか、二人いた。あ、ちょっと敵が迫ってきてる。スポン。いていていて、やばい、全然倒してない。リスポン。敵はどこにいるんだ。なんだなんだなんだ。味方助かった。だ。強いな。ガツ。ぬおりゃ、よし、倒した。待って、今そこにいたぞ、敵が。ミッション達成まであと一息。マップがないんだね、この FPS は。ゲームプレイ中に出る。倒した。リロードしての、わ、危ねえ。よし、アシスト。殴る、よし。こっち開かないのか。ん？これ開くか？え？何？なんだこれ。あ、あー、なるほどね。こう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 。オッケー、開いた。すんげえ単純だな。ん？敵がいる。倒した。あと一息ってさっきも言ってなかったっけ？あんまり長く走ることができないんだね、これは。痛い。どこだ？いや、行こう。いて、どこだ。
あ、当たんねえな。いいって、そこが。3、2、1、終わった。文字は消してるっていうか、もう文字が表示されてない。お、私、2位です。おぉ。まあ、こんな感じで、ブラックライトという FPS は、北米 PS ストアから現時点では無料で遊ぶことができます。この際、北米アカウントを作ってプレイしてみてはいかがでしょうか。ただ、日本語のローカライズがまだ不完全なので、まだちょっと文字が読めなかったり、あと丸バツが反転してるという分かりづらい部分もあったりしますが、まあ、やりたい人は無料なのでダウンロードしてやってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。